御言葉を開きます。マタイの福音書25章、Let's open the Bible, Matthew chapter 25, 4節 verse 4, Matthew chapter 25, verse 4. ご一緒にお読みします。Let's read together. 賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。どうぞ。マタイ25章4節、もう一回ご一緒に読みましょう。いいですか。マタイ25章4節3、はい、賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。新しい年の聖句、標語でございます。 The wise, however, took oil in jars along with their lamps. この言葉を新年示されております。週末のリバイバルを目指した御言葉でございます。この御言葉はイエス様の再臨についての御言葉です。This is the words of Jesus' second coming. 去年いろんなことがありました。 We have experienced many things last year. オーストラリアからカトリン、ブライアン兄弟姉妹たちが来日されました。カトリン、ブライアン、ブラザーブライアン、シスターカトリン、came to Japan last year from Australia. 30人ぐらいのクリスチャンカレッジの生徒を連れてきました。With the students, about 30 students of the Christian college. はい、教師の方々も来られました。 And, other teachers came.もう一つは年末フィリピンから宣教師がまたやってきました。 And, in the end of last year, from Philippines, came to, pastor, from, came. ところがところがですね、一緒に来る予定だった若者たちが国を出ることができなかった。But those who go out the Philippines, the young people couldn't came to Japan. はい。国の考えがあるわけです。The system of thinking of the ですから、ヤマ兄弟一人で来たんです。Then, the, brother Yahaba came, lonely. フィリピンの働き。お兄ちゃん、いい役だな。寂しい感じが出てていいかった。一人寂しく来た。結構です。はい。とにかく一人で来たんだ。はい。それでフィリピンの働きについて証しをしてくださった。And he testified
and talk about the work of Philippines in the Philippines. はい。その中で特に大きなことは、はい、彼らの働きが地域の教会の、はい、伝道者のために、はい、聖書を教えているということです。And one of the big great thing of that the local church taught the to the missionary people about the Bible. They teach different people in local churches. They teach different people in the local churches Christians. 若い方々だと思うんですけれども、彼が聖書を勉強して牧師になろうとしているわけです。ニーハ牧師が30年ですか、多くの人たちを教えてるっていうんです。パスタニーハ teaches about 30 Christians。はい。そして卒業証書を与える必要があるということなんです。And they have to give the certificates about that for graduation. 卒業証書を与える、はい、進学校の働き、この盛岡の、はい、リバイバル進学校からそれを出すことができるかというような話なんです。森岡 Revival Christian School to give them the certification. はい。これはかつてから聞いておりました。このフィリピンの教会が地域の教会をカバリングする。地域の教会を、はい、いろいろお世話をするということなんです。This means that their church cover and support the local churches. はい。この教会は数年間インターネット礼拝をしております。This church have had internet broadcasting of this church. 今この英語礼拝やってるわけですが、もうこれは27、8年になろうとしてる。This English service continued 27 or 28 years. ここで御用した兄弟姉妹たち、世界の五大陸。5コンチネント大陸にいるわけです。The brothers and sisters have been to in worldwide 5 continents. はい。新年にアメリカから、あるいはアフリカから、はい。またブラジルから、いろんなところから、はい。電話があったり、うん、手紙が来たりしました。In this new year, from Africa and USA and South America, many people, brothers and sisters, called us and greeting card. 後ろに飾ってあるその写真、手紙は、はい、アメリカの、はい、家族、ジョリさん、ベリー、ジョリさん、
ベリーさん家族のものです。 The photos in the back, on the back wall, is the, photos of Joey Berry. ジョイさん、ベリーさん、ジョイ、ベリー、はい。そしてジェレマイア、エレミア君が、and Jeremiah and Elijah. 彼の手紙ね、びっくりするの、3回も4回も来たんですよ。They send us three or four letters to us. 私と同い年のね、おじいちゃんもまだ健在なんですよ。The brother who is the same years old as me.エレミア君はね、大学生なんですよ。エレミア is the university student. そして驚くことにね、そのジョイさんがね、彼女は台湾出身なんですけどね、大学の教師なんです。And Joy, who is...from Taiwan, is now the teachers of, a teacher of university. 写真皆さん見てください。Please look at the photos. 彼女の顔ね、台湾のね、あの総統、蔡総統、何総統、よく似てんですよ。Her face is...彼女ね、家庭の衆だと思ってたんですけどね、いつの間にか大学の先生になってる。I thought she was a housewife, but now she's university teacher. いや、大学だと思うんですけどね、高校、アメリカ人でかいからね、高校生かもしれません。カリフォルニアのね、エリザベスグルースたちね、ふるさとケニアに何か帰ったらしい、帰って行ってきたんだらしい。グリフィス and エリザベス in カリフォルニア。アーカンソーか。うん？アーカンソー。今どこにアーカンソー、アーカンソー、あ、そうです。はい。そしてね、またね、ナイジェリアのクリスさん、マサミさんからあれ電話ですか、何ですか、ありました。And brother Chris and sister Masami in Nigeria called up.はい、彼の子供たちもね、娘さんたちもね、もうでっかいんですよ。They are, daughters has grown up. 高校去ってからね、もう10年以上経ってますからね。It is 10 years after they went to Nigeria.ですから先ほどね、ヨシオ牧師がね、今日のインターネット礼拝の回数がね、800回って本当かないと思いましたけどね、800回って本当ですかね。鈴木先生のおかげ。鈴木先生のおかげ、鈴木牧師のおかげで、インターネット礼拝が800回クリックやったって。ワンサービス、ワンサービス。クリックス、アクセス、ナンバー、ワンサービス、オブディス、Internet is about 800. 新年のね、第一声ですからね、今のようなことを言ってるわけで、私も景気のいいことを言ってる。This is the first message of the new year. 牧師にとってはね、本当にね、
まあ言うなら景気のいい話なんですよ。景気のいい話。景気のいい話。ビッグティング。ビッグイベント。ビッグハプニング。はい。そういうことで、主を褒めたたえたいと思います。私たちはやっぱりね、これ地球上に住んでるんですよ。We are living on the earth. イエス様と一緒にね、天の座に座っているとも言われておりますけれどもね、この足はね、地球上にね、立っているんです。 It is said we Christians are sitting in the heaven with Jesus, but our foot is on the feet on the earth. この暗闇の世界に私たち立ってるんですよ。We are standing on the earth, the world of dark. イエス様から光をいただいて、その光を反射してね、まあ暗闇の世界に生きてる。We are living in the world, dark world.Receiving Jesus' light and reflecting. ですからね、暗闇と の, この戦いをしてるってことになる。We are fighting against the dark world. 私たちはね、世の光でありね、地の塩であるとイエス様はおっしゃってる。Jesus said, we are the light of the world and salt of the of this world.クリスチャンとしてね、光を放つっていうことがね、仕事になってる。Our work is the is to spread our light as Christian. 暗闇の世界をね、照らすっていうのがね、仕事なんですよ。Work is to shine the dark world. 鈴木牧師が先ほどもね、電話でね、自分の仲間の病気のためにね、いろいろ電話してね、心配しておられました。Pastor Suzuki was wondering about his friends. His disease.馬ぶどうね、送ってね、それでね、食欲が出てきたっていう話してた。He sent the, him, his friends, the berry of 馬ぶどう。ホース、グレイブ、リーフ。leaves of the, 葉っぱですね。馬ぶどうの葉っぱ。これは漢方な、漢方。Chinese medicine. はい。食欲が出てきたっていうの。His friends began to eat very much. それはね、やっぱり大きいですよ。It is very great, I think. 年末ね、私東京の教会から手紙もらったんです。In the end of last year, I received the letter from Tokyo Church, in the church. 私と同じぐらいの姉妹がね、頭のこのかゆみがね、治ってね、毛が生えてきたって言うんですよ。The sister in the church, of the church, drink that leaves tea, and her hair grow. はい。Well. 本人にとってはこれすごい出来事なんですよ。It is very big thing to have. まあドクターがおられますけど、それは患者さんの気持ちお分かりになると思う。ドクター坂本君 can understand the patient.
patience thinking and feeling. 私も今日もこうしてね、この講談に立ってね、メッセージできるわけですよ。I can message to you here because of the DFT. 年末年始ね、私ね、ものすごいたくさんね、電話をかけね、60枚の年賀状、手紙も書いたの。And then beginning last year and this year, I call many.To many people and wrote 60 letters. うちのちびっ子野球のお父さんお母さんから。To the parents of the baseball team, was baseball team. はい、私の親族関係者から。And relatives and friends.たくさん電話したんですよ。年賀状も書いて、さらにその上電話もかけてるんですよ。50年のこの地の働きでね、電話をかけます、年賀状をしますってこと初めてなの。It is the first time in these 50 years of my life.Write letters and call to the first time. そりゃね、箱根のマラソンもそれ見ることは見ましたけどね、あんまりね、目に入らなくなって。I watched the 箱根マラソン on TV, but I so.Watch them so much. Not so much. どこからこんな力出てきたんだろうなと私も自分のことをね考えた。I wonder from where this power came. 今までこういうことしなかったのになと思ったんだ。I've never experienced that. 神様ね、皆さん。あなたの信仰、私たちの信仰を見ているんです。God watches our faith. 信仰があるかなっていうことなんです、今日も。We have the faith or not. 神様の言葉を信じて待ち望んでるかなっていうことなんですよ。全世界を神様は見回してるんですよ。God looks all over the world around. 神様だけじゃないんですよ。Not only God. ヘブル書の11章を見るとクリスチャンたちが天から私たちを見張ってるんですよ。Hebrews chapter 11, the Christians from the heaven.Watching us. はい、天に帰った兄弟姉妹たちが見張ってるんですよ。The brothers and sisters in the heaven are watching us. ドクター坂本、あなたのお父さんだって天から見張ってるんですよ。ドクター坂本、your father is watching you. He's watching you.私の家内、聖子伝道師も天から見張ってるんですよ。My wife, Seiko, is watching me. ヘブル書12章を開きましょう。Open the Hebrews. 一節。12章1節。Chapter 12.Verse, chapter 1, verse 12.
ご一緒にいいですか、さん、はい。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、ストップ。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いていると言ってるんです。Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, 水牧師、あなたのこともよく見てるんですよ。Pastor Suzuki, they are watching you. どういう活躍を歩みをしているかよく見てるんですよ。They are watching as we are doing.What we are doing. 誰が、Who? アブラハムが、Abraham? 誰が、エノクが、Who? 誰が、ノアさんが、Who? 誰が、ダビデが、They... 誰が、モーセが、Moses? 誰が、ダビデが、David?誰が、私たちの教会の兄弟姉妹たちが、brothers and sisters of our church. 斉藤姉妹が、sister 斉藤、岡田姉妹が、sister 岡田、聖子伝道師が、聖子伝道師、エヴァンジェリスト、エヴァンジェリスト、聖子、聖子。奥中山の野沢兄弟姉妹たちを見てるんです。 Brothers and sisters in the 奥中山 watching. 私の母教会の山本牧師ご夫妻も見てるんですよ。 The pastor and his wife in mother church of my mother church are watching.新しく盛岡に来た牧師杉さん、どんな人でしょう、見てるんです。 They are watching the new pastor of this church, Suzuki Pastor. 忠実そうにやってますけど見てるんですよ。 They are watching. はい、今日は谷口様が来てるわね。あ、本当来てる来てる来てる、見てるんですよ。この間遠野で召されて亡くなった100歳のトメさん、おばあちゃん見てるんですよ。シスタートメ、遠野、went to heaven. She is 100 years old.花巻、遠野の人たち真面目に祈ってるか見てるんです。She's watching,花巻、brothers and sisters praying one up, 花巻and 遠野。見てるんだから走り続けよう。They are watching them.Continue to run. この競争レースを走り続けよう。Continue to run this race. 本当かいな、思うでしょう。Is it true? Or not? 道井伝道師、思いますか。本当かいなって。見てるってこと。見られているってこと思う。意識してないんです。意識しない、してないです。してないか、若いなありがとうございます。よしこで牧師、見られてるっていうのを意識する。神様が伝えてるんじゃないかって言われて見てる若いな。まあ神様が伝えようが誰が伝えようが、とにかく見てるんですよ。取り巻いているんだって言ってるんですよ。
神様も天使も兄弟姉妹も今日はね、黙示録の3章が御言葉なんだけどね、それは省略になる。Today's word I want to say about the Revelation in verse, chapter 3 and 4. 私あとね、11年、90歳までと祈ってるんですが、私見られてるんですよ。I'm praying I want to live until more 11 years old, and I was watched. I am being watched from them. ちょっと中野牧師、中野さん、打とうとしてんじゃないのというふうにこう見られてんですよ。They are watching.I am sleeping. 眠らなきゃいいけどね、あと10年。先生は120歳まで。はい。You will live until 130 years old. はい、そういうわけで、英語礼拝のメンバーたち。頑張って戦い抜いてほしいと祈ってます。 Members of in this house please fight. Continue fight. はい、それじゃあそこまでします。感謝します。イエス様の皆によってお願いします。アメン。アメン。In the name of Jesus, pray. Amen.2人目のメッセンジャーの方お願いいたします。